俺はついに手に入れた、この神々しい聖剣を。だね。はい、ロングソードでございます。ということでね、この聖剣があれば俺もう負けないでしょう。で、パート4が投稿されて、ちょっとだけ探索、うん、まあ行ってないところはまだ未探索なんですけれども、行き道、新しい行き道っていうのを見つけましたんで、ちょっとなんかボスっぽいエリアっていうのが見えたから、ちょっとその前に行ってしまおうかなということで、今回ちょっと探索とボスに入れたら、まあ探索のなんか長さ次第でそうなるんですけど、まあボスに入ろうかなという感じかな。で、ステータスちょっと、うん、上がりました。探索とかいろいろね、ちょっとソウル稼ぎして、まあ字幕で出しといて。未来の私、字幕で出しといてください。で、もう一つちょっとリーク情報がありまして、あそこ見て。なんか一人いるんだよ。話聞こうと思います。さて、あなたは誰ですか？こう、後ろから話しかけるんやな、これな。うん。男の人な、お前。ああ、君がハイヌだっけ、じゃあ、じゃあ、クールランドのルドレス。信じられないかもしれないが、かつて火をついだ薪の王さん。その証拠に、未だこの体は炙りに焼かれている。壊れた体だ。近寄れば君にも見えるはずだよ。話す。なあ君、使命の意味を知っているか。5つの玉座に5人の王、それは棺の準備なのだよ。いよいよ限り、今にも起源とする火を継ぎ、再び世界をつなぐため、最古の棺を再現するため、私はそのために薪の王となったのだよ。この小人が王の栄誉に属したのさ。クールラントのルドですね。絶対覚えれません。なあ君、使命の意味を知っているか。ああ、これ聞いた。なるほどね。なあ君、ひもりもあまりなんてからんたら、あれもまた君と同じ棺のため囚われたのだから。ああ、おじさんっぽい顔しとるね。で、こいつがいたの俺全然気づかなかったんだよ。うん、とまあ王を返せと。やっぱりそれが棺の儀式の儀式、棺の途中っていうのかな、まあ、ちょっとその辺よくわかりませんが、なんかそんな感じっぽいだし、やっぱりこの王を返すっていうことが、うん、やっぱり準備段階というわけだな。よし、じゃあ戻るか。ね、戻りましょう。ロースリックの高壁かな、高壁に戻り、新しい場所を探索していきます。よし、帰ってきたな。この先、あそこのかがり火からすぐのところ、まあ、これ下行ったと思うんですけど、これ左行けるんだよね。で、なんか鈴みたいなのを鳴らしてくる敵がいるじゃないか。あれ鳴らしきる前に倒せば全然敵が覚醒しないんだよね。ほら。多分ここのやつがね、襲ってくるんやけど、全然全く襲ってこないっていうね。まあなんて嬉しいね、情報なんです。これリーク情報でございます。ね、リーク情報。嬉しいでしょ。で、あの上、行ったら、まあちょっとここだけ探索しちゃったんやけど、アイテムがあるんだ。アイテムがね。はい、よっと。で、まあ、この火炎瓶野郎も倒して、たまーにこの火炎瓶野郎がね、草ビーシの かけら落とすんよ。一回だけ落とした。で、このアイテムを拾うと。望遠鏡。俺はこれのために取っていたのか。じゃあ次の探索場所、行きたいと思います。よーし、次。ここね。覚えてますかね。これ、上行くルートと、右奥に行くルートあったと思うんですけど、俺左行ってなかったから、この上行こうと思います。これもリーク情報で、この先何が起こるか知ってるんやけど、まあ皆さんにお見せしようかなと。いうわけだな。現れたドラゴーンっていうびっくり情報ね。さあ、強い強い。あ、みんな燃えてるぜ。こんな感じでドラゴンが現れるんだよ。
かっこいいでしょ。うわ、焼け野原になってる。あいつどかすことできるらしいんだよね。確か、装備で、これ、ログボウで、あいつをチク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 撃ってれば、いずれ毒らしいの。いずれ毒らしい。で、スタビッシュの大かけらやったから、を落とすっていうのを聞いたことがある。ただ俺怖くてもうこれ以上いけないんやけど、まあこれはいずれまた動画でやろうかなという感じで、置いて、とどめておこうかなと思います。ね、ああやって火吐き続けるから俺いけねえんだよ。あれ叫んでますけど。めっちゃ叫んでますけど。で、火吐くやろ。はい、じゃあ帰りまーす。というわけで、もう、まだもうちょっとね、探索の場所あるんで、そちらに向かいたいと思いまーす。いやはや、いやはや。いきなり動画が飛び飛びになって申し訳ない。というわけで。ここだね。ロスリックの鉱壁の二つ目のかがり火から行って、なんかぐじゃぐじゃしたやつが出てくるところの、はしごを降りたところの左側。ちょっとわかりづらいけどね。うん、ここの先行ってないんで、行こうと思います。ここは、なんかソウル入りましたよ。なんかいるね。ハルバ持ち？ハルバ持ちってわけでもないんか、あれは。どういう攻撃するかわかんないんだよね。あ、ちょ、立て。どういうあれっすか？痛い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 。わかんねえよ、お前。わかんねえよ。俺初見なんだからじゃあ、後ろ回れないか。ちょっとわかんねえな、こいつ。どうじゃないんよ。だから、縦で攻撃するのやめろよ。おい。ちょっと硬いな。硬いっすな。硬い場合は、ちょっと、まずいんじゃね？こいつどうする？いた。合わせて避けるしかねえか。はい、バグさ。こいつもしかして、こう、左ってわけじゃねえか。いや、だから、縦でやめろって言ってんだよ。なあ、縦で。あいつ、卑怯だな。で、これ回って急いでバグさ取ればいけるな。まだ生きてんのか。よっしゃ。こいつはちょっと強い。220入った。ちょっと強いわけだ。タワーシールド持ちかな、こいつは。まだガシャガシャ言うてるな。いや、でもガシャガシャ言うてるのはあいつか。あそこに転がってるやつやな。どうする？また分かれ道だよ。左の階段。なんかいるんですけど。なんかいるよ。あ、アイテム。先にこっちでしょ？捨てられた遺体のゾンビだと。だと？びっくりしょー。あ、そうや、こいつ。こいつは先に倒さんとまずいんじゃないの？なんか復活しそう。危ね。俺さ、もう体力ないんやけど。帰った方がいいかな。お前なんだよ。はいはい、はい、OK。ちょっとお前なんだよ。あ、かけら、やったぜ。寂しいのかけらね。じゃ、ここは、こっち側はこんだけかな。ん？そういうことか。お前もか。よいしょ。お前が呼び鈴を鳴らされたら復活するってやつだな。はあはあはあ。節狩りの5分。なんか新しいアイテムなんですけど、節狩りの5分。一定時間効果範囲内のエストによる回復禁じる。そんなアイテムが、恐ろしいアイテムがあるのか。はあ。じゃあこっち行きますか。こっちなんか道があるけども。なんかアイテム悪くさいぞ。ただ結構敵が多いから、あんまり深追いはしない。程度に探索をする。よしよしよし。アイテムしかないな。緑化層。お、いいね。あっちに一人。あそこに、結構いるな、ここ。アイスビン行こう。あるじゃないか。回復処方。俺、時々なんか勝手に、こう、エスト瓶が入る時があるよな。いや、こいつにだけ気をつけとっていいんかな。僕は襲われたりしねえよな。うん、よかった。せんかった。で、ここにアイテム。ブロードソード。ロンソードどっちがいいんやろ。調べてみよう。ブロードソード。こっちの方が強くなるな。うん。こっち装備でいいんじゃね？ちょっと待って、蹴りじゃねえよ、俺が試したいのは。で、え？
R2 がちょっと違う。ちょっとためが入るわ。で、はあはあ、これいいんじゃね。うん、ブロードソードにしとこう。論争、俺最初になんか聖剣とか言うとったのにもう捨てるんか。俺早いね。うん、これ階段下がある。斧持ちが2体。うっ、びっくりした。いや、思わずうわー言うてもだよ。おっ、ちょっとお前やめろ。お前起き上がんじゃねえよ。お前はバクスタ通るぞ。はい、オッケー。これこっから狙うか。ちょっとあいつらどこに来る。まあいっか、とりあえず魔法で減らします。来ちゃった。あいつ来ちゃうね。うん、あ、帰った。狙いまーす。はい、ソウルね、ほうがいい。来るか。まあ、一撃するね。危ねー。ハルバズ手に入れた。危ねー。もう SB ないです。あー、これ行くべきかなー。てか、あいつを魔法で倒すべきだよな、絶対。うん、俺それまで勝ちましょう。いや、俺絶対それがいいと思うわ。はーい、よし、こっち来い、こっちに来い。そんな下通ったらダメでしょうがよ。ねえ、あんな下行って。ただ俺もダメージ受けれないんだよね。ダメージが受けれないってことはどういうことか分かりますかね。ピーンっつってやつやな。間違いなくピーンっつってやつなんだよ。あー、どっか行っちゃった。こっち登ってくるか。登ってくるならこれで仕留めれないか。もう一発、もう一発、オッケー。一応回復しとこうね。これ回復重要。はい、オッケー。あとはあとはワンちゃんや。あのワンちゃんだけだよな。これ騙されねえぞ。絶対騙されねえからな。やっとー、危ない。こーゴリ押し。こー危ない。どっか絶対いるやろ。いねえか。俺慎重になりすぎ。あ、いたわ。あんなところにいたわ。あ、バクスタ取るか。怖っ。これ気づかれたら終わる。はい、バクスタ。オッケー。あとラッシュかけよう。怖いよー。左から来るか。来ないか。オッケー。排除完了。よいしょ。アイテムなし。うわ、ギリギリじゃねえか、俺。もう虫の息だぞ、これ。うん、まあ、アイテムだけ回収しましょう、この辺ね。うん、お、くさびしいのかけら。いいね。結構手に入るな。これ何個目？くさびしいのかけら。8個。おー、結構多いんじゃね？え？なんかまた下があるんですけど。この、え？え？え？ちょっと、あぜ！おー、危ねえ。反応したー。反応できたわー。危ねえ。あ、S のかけら。よし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 。S のかけら4個になったぞ。ここにもなんかなかったっけ。ここにはねえか。了解。うっ。うわー。あー、焦る。もう焦りバリレブーやな、これ。もう焦りバリレブーやな、これ。ちょっとよくわからんけどね。下からまた来るか。アイテムがある。だけ？ショートカットも何もなさそうかなあ。これ釣られたやつがあの犬に狩られる。あ、ローの鍵。おう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 、ローの鍵？なんか新しいのが手に入っちゃったね、僕。いいよいいよ。なんかこの探索だけで終わりそうな雰囲気だな、今回は。いや、まあでもわからんわからん。まだね、まだわかんない。まず、ちょっと帰ろう。なんかショット缶は開けれるらしいんやけど、俺見つけれんわ。ちょっと一回帰ります。我にエストのかけら、じゃないわ。エスト瓶よー、アンドレイ。よう、あんたがまだ無事なんだなーって。エスト瓶の強化。はっはっはっは。やったぜ。これで4つになったぜ。あれ？あれ？あれ？ちょっと待って、振り分け、振り分けを。まだいける。オッケーオッケー、4-1、4-1ね。これ4-1、オッケーオッケー。あれ？あ、そうかそうかそうか。エスト瓶を強化して、あの、かがり火に触れやんとダメなんや。あ、そうやそうやそうや。触れましょう。はい、4つになりました。あれ？ひもりめちゃんどこ行ったの？ひもり、あ、いた。
うん。仮面なかったらもっといいんやけどな。残よし、じゃあちょっとレベル上げていきますか。まあ生命ぶっぱでいいんじゃね。うん、とりあえずちょっとだけでも延命を図ろうというわけで、よし、じゃあもう一箇所ね、行ってないところあるんだよね。まあショートカー開けれればいいんやけどね。うん、全然開けれないんで、もう一箇所行きます。後壁の塔のところから、あの神聖なるもののいるところね。さて、行ってない場所といったらもうここだけかな。うん、というわけで向かいたいわけなんですが、うん、ちょっと順調に来てるね今のところ。 S 飛びも3つ残ってるし、1個しか使ってない。で、右に速攻弓兵がいる。あ、階段のあるね、あれをやる。 OK、 行こう。避けれる。 OK、 逃げ気結束。やっぱり後ろいるか。危ない。 OK、 大体パターン読めてきたぞ、フロムソフトウェアさんよ。まだこの先どうなるかわからんけどね。しっかり回収、回収じゃねえわ、しっかりとね、うん、あれだけはしておきましょう。探索ね、うん、探索漏れはやめておきましょうね。よし、ここだな。ここが怖い。階段が2箇所、こっちからだな。お、アイテムあるやん。ここだけかな。よし、アイテム。捨てられた遺体の大きなぞ。ん？あれジャンプだな。よいしょ、届かなーい。ジャーンプ完璧。お、犠牲の指輪。あ、これ死んでもソウル失われねえっていうやつかな。よいしょ。ちょっと落下ダメ受けへんように。受けるね、これ。うん、どうしても受けます。はい、じゃあまあ関係なく、ちょっと犠牲の指輪見とこうか。うん、犠牲の指輪あった。死んだ時ソウルを手放さないか、指輪は失われる。失われるというか、これ多分壊れるんかな。いや、失われるになったんかな。いや、ちょっとわかんないですが、まあ甘え装備だな。というわけなので、まあ、ここぞという時にしか使いません。うん。まあ、ソウルがいっぱい持ってるとかね。まあ、そういう時だけにしましょうよ、と。なんかいるね。一体だけ？一体だけなら始末じゃー！オーケー！じゃなかったわ、いっぱいいるわ。はいよ。終わりか？危なかった。はめられるとこやった、これ。なんだ、あんなところに4匹、4匹も固まっててよ。うん、あ、旅客層。お、旅客層5個なったか、これで。ん？これあれか。初等化か。あ、初等化開通か、これで。ほうほうほう。あ、エレベーターのあれついとるわ。あ、ここに繋がるんか？うん、うん、うん、うん。アイテム、なし。じゃあ行きましょう。どこに繋がるのかな。お、投げないっす。戻っちゃったよ。まあ、いっか。まあ、この初等化は嬉しいな。うん。かがり火が少ない。あ、ここか。よいしょ。バグさー。後ろから来るから注意だな。よっ、危ない。よいしょ。オッケー。あそこに一人いるんだよ。なるほどね。ここに来るんか。わかった。これだいぶ楽になるな。よーし。ということで、初等化開通しました。じゃあ、ボスに挑んでいこうかっていう感じなのかな。よし、じゃあ、ボスのところまで行きましょうか。ちょっと一回休憩してから行きますね。